Step 2イン t ラクション。このレッスンにはいくつかの工程の波についてはまあ議論したいと思いますけれどもまあ例としてはいくつかには話せると思うんですが一つ目はまあもちろん皆さんもご存知だと思うんですけれども音例えば音楽は波ですよねそれが楽器から出てくる音ですよねそして水面波 水の水面ににはの上に,には波が動きますよね。それが、えー、と水面波と言います。そして、えー、と電磁波。電磁波は、まあ、あの光とか、ラジオ電波とか、マイクロウェーブとか、えー、といくつかの種類があるんですけれども、それ全ては,は電磁波ですね。そして、えーと、いくつかの概念は一緒になっているんですが、ま,あ、まずは すべての波は動きますよね。それが電波、propagation と言います。そしてすべての波の種類については、干渉を行うことは可能ですよね。それが、まあ、インターフェレンスですね。そして、まあ、もちろん、反射とか、屈折とか、回変説とかには、それが、まあ、reflection, refraction, diffraction の概念も出てきます。じゃあ、これを説明できるようにはしたいので、どうやって、この、 波の動きを数学的には表現できるのでしょう。それが今回のレッスンの目的です。じゃあ、まずはその波の発展、電波ですね、波の動き。それについては、えーとまあ、数学的には、えー、と表示できるようにしたい。まずはそれが時間を入れなきゃいけないんですね。それが、えっ、ー、と、 その波が前に進むか、後ろの方に進むか、逆の方に進むか、それがまあ両方ありるんですけれども、それが簡単な説明の仕方なんですが、もうちょっと汎用的な言い方にはしたい。そして、次は一次元の波の定数については話したいと思うんですけれども、それが波動関数ですね。 これがと、今回のレッスンの、ね、一番重要な目的です。これが、とまあ、その簡単なのの波の説明の仕方より、これがもうちょっと汎用で、もうちょっと数学的にはいろんな使,い使う手法があります。そして、えっと、い,ろんなためいろんな説明するためには複素数については重要なんですけれども、それがちょっと、あの、レビューしたいと思います。 じゃあ、それが今、えっと、レッスン1の,の流れです。じゃあ、次のステップで会いましょう。